寿命を伸ばしたというような効果も出ているんですね。皆さんこんにちは、山本由伸です。ボディービルダーと言いますと鶏のささみとか卵白、そして結構有名なのがオートミールですね。普通の人なかなかオートミール食べることないと思うんですけれども、ボディービルダーがオートミール食べるという話聞いたことあるかもしれません。オートミール、なぜボディービルダーに人気があるかと言いますと、まずは GI ですね、グリセミックインデックス、それが低くてゆっくり吸収される、腹持ちがいいということで減量中によく使われるということがあります。ただオートミールの良さ、その GI が低いというだけではなく、他にも実は健康にいいものが入っているんですね。一番有名なのはおそらくベータグルカンというものだと思います。まあ、キノコとかによく含まれていて、がんの治療とか予防に使われると言われるものなんですけれども、このベータグルカンというものがですね、コレステロールを下げてくれたりとか、免疫を高めてくれたりとか、そうした作用があることが分かっています。このベータグルカンも食物繊維の一つなんですね。キノコとかは食べても入っているんですけれども、ちょっと違った種類のベータグルカン、オートミールに入っています。また他にですね、アルキルレゾルシノールというポリフェノールも入っています。このアルキルレゾルシノールっていうのは、小麦とか の外側の皮に含まれているポリフェノールなんですけれども、これにですね、サーチュイン遺伝子って聞いたことあるかもしれませんけれども、ハエの実験ですとそのサーチュイン遺伝子を活性化して寿命を伸ばしたというような効果も出ているんですね。他にそのアルキルレゾルシノール、体の時計遺伝子というものをしっかりと働くようにして、体の時間ですね、体内時計をしっかりと働かせる、そして体脂肪が増えにくくなるというような効果もアルキルレゾルシノールにはあると言われてます。そういったことでですね、アルキルレゾルシノールの入っているオートミール、とても健康にもいいということがあります。ただですね、一つオートミールの難点としてはまずいんですね。あんまり食べやすいものではないかもしれないです。ただ意外にですね、和風の味付けがあります。オートミール食べるときには普通にお湯を入れてレンジでチンして食べるということが多いんですけれども、それをですね、例えば卵スープの素とかお茶漬けの素とか、そういうのを入れるんですね。そうするとお粥みたいな感じでですね、和風のお粥を食べるみたいな感じで結構美味しく食べることができます。シラスとかあとチーズを入れたりしても美味しく食べられると思いますので、クックパッドとか見ればですね、オートミールの美味しいレシピが出てくると思います。私も現役時代、結構オートミール食べてまして、減量の大きな助けになりました。減量したいという方、オートミールぜひ食べてみてください。チート前体温 34.9、 チート後体温 35.8という感じで一気に体温が下がってしまうのですが、どうすればいいでしょうか。またすぐにチートするべきなんでしょうかとありますが、チート前の体温 34.9 というのがそもそも低すぎる、チートしても 35.8 というのはなかなか体温がかなり低い状態ですので、これはですね、チートがちゃんと行われていないか、あるいは減量していない時の体温と比べてこの 35.8 というのが低いのであれば、もともとの体温がちょっと低い、代謝が悪いということもありますので、まずは血行を良くする、例えば半身浴ですとか軽い有酸素運動とか、そういったものをやって血行を良くしておくことが大事になります。あとはアルギニンですとか胃腸エキスとかビタミン E、 ニンニク、そうしたですね、血行を良くして体温を高めてくれるものを取るようにするといいです。あとは、唐辛子に含まれるカプサイシン、カプサイシンがですね、トリップ V1 っていう受容体を活性化して体温を高めてくるということもありますので、辛い食べ物を意識的に食べるというようにするといいと思います。体温が普段から低すぎるということが問題だと思いますので、今お話したようなことを試していただいて体温を高くする、その上でもう一度減量を再開するというようにしてみてください。